交渉人は、井原氏隆久による日本の推理小説。2003年に新潮社より刊行された。2003年8月17日に、ワウワウのドラマ W で、2005年3月26日には、テレビ朝日の土曜ワイド劇場枠で、テレビドラマ化された。3人組のコンビニ強盗が、総合病院である、小出病院に、50人近い人質を盾に立てこもる。 ネゴシエーターの技術を持つ石田周平警視制は、犯人グループの長との電話での交渉で巧みに誘導し、人質を一人また一人と解放させていく。一連の事件は、突発的な殺人との予測で解決間近に思われたが、次第に警察側には思いもよらぬ展開になっていく。2003年8月17日、ワウワウのドラマ、w、の第弾として、 ドラマ化された。ギャラクシー賞テレビ部門8月土月間賞受賞、第41回ギャラクシー賞奨励賞受賞。2005年3月26日、テレビ朝日の土曜ワイド劇場の特別企画として、交渉人のタイトルで、ドラマ化された。新聞のラテランでの宣伝コピーは、ER 救命病棟立てこもり犯を説得せよ。 拉致患者47名の命は3億円衝撃の罠が仕掛けられた交渉人に関するカテゴリー、交渉人に関するカテゴリー、ありがとうございます。